の守技法こそが時代を照らす炎だ。諸君は長大な陣を敷いたか。ニクソン、お前はこれを誘いと見るか。いえ、劇場に任せ、数を頼みとした布陣でしょう。そもそもこちらには誘いに乗れるほどの兵がありません。その通りだ。ならば我らが取るべき手は火だな。では誰がその任に就くかだ。火付け役は当然この俺ですね。俺の意志で逆転。ああ、考えただけでも楽しすぎる。よろしくお願いします。別にお願いされる話や。あ、もしかしてお前もやりたかったのか。え？けど今回は譲らないからな。策は決まったようですな。敵は大軍、家計に主税。俺が実行。人には己を開門。守技法出るぞ。私たちの治癒で戦局を覆しましょう。まずは本陣周囲の敵を掃討してください。この戦で孫悟の明日と俺自身の道を開く。守技法行くぞ。その首喰らい受ける。いざ焼き尽くしてやる。公園罪。なんという武勇。敵将打ち取った。その勢い誰にも止められますまい。敵を一掃。いや、胸が躍るな。俺たち家計部隊は策の要だ。絶対に部隊作戦地点へ導いてみせる。これで勝ったと思うなよ。敵将打ち取った。いつもながらお見事な武勇。さて、出番もあります。敗になれ。なんという武勇。敵将打ち取った。たった一人で残る。まだ知略の餌食になりたいらしい。
撃ち取った。まい、援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。おい、我が自由で葬ってくれるわ。
撃ち取った。私の策を乱しかねない。先に始末しておくべきか。なんという強さ。ここは引く。敵将、撃ち取った。たった一人で残ること。焼き尽くしてやる。我が知略の餌食になりたいらしい。火星地点まであと少しだ。最高の瞬間、もうすぐみんなで味わうぞ。私はエイリと張飛の娘、セイス。父の敵を取る。両者は死ぬ。次こそ。敵将、撃ち取った。最高だ。戻って策の練り直しだ。よし、着いたぞ。俺たちの炎でソングの明日を照らすんだ。うわあ、火だ。おめえ、こっちのど真ん中で確認しやがった。このままでは危険です。急ぐ、脱出地点までお下がりください。私の月光が招く。お前の言葉に従おう。よし、俺らも行こうぜ。みんなを助けてやらないとな。逃がしてはなりません。撤退する諸軍を追撃し、劉備を撃ちます。この地、踏みにじらせはしない。ちょうどいい。我が知略、試させてもらおうか。突出すればどうなるか、身をもって知るがいい。焼き尽くしてやる。何かの策なの。両戦だ。焼き尽くしてやる。強圧。熱い、熱すぎる。その強さ、興味深い。戦いたい。敵将、撃ち取った。最高だ。ちょうどいい。我が知略、試させてもらおうか。ここは軍神の娘が守るから、多分大丈夫だと思う。銀兵です。父上と兄上の敵、取らせてください。敵か。悪いわ。
全力で突破する。恨みつらみはちゃんと燃やしてやるからな。いつもながらお見事な風景。さっきの5番もありません。焼き尽くしてやる。この地、私が守り抜いてみせる。追いつかれた。ならば全て、その後差し違えよう。私は素晴らしき仲間に囲まれている。まだ一人で立てるお前に負けはしない。軍神の息子として、私がなすべきは一つ。父上と兄上の胸、枯らしてみせる。焼き尽くしてやる。ちょうどいい。我が知略、試させてもらおうか。ここで倒れるわけにはいかない。父上、兄上、私に力を。敵将、討ち取った。私の劇場で皆を傷つけてしまったか。ウンチョ、よく解け。どうか私を叱ってくれ。この戦、我ら三五の勝利だ。劉備よ、黄泉で弟たちと飲み明かすがいい。